種族クラブの薬師寺道夫でございます。98兆円という今回の平成30年度予算案、ほとんど議論されることはありませんでした。大変残念です。公文書の書き換えというものは許されない、これは当たり前のことです。しかし国民の皆様方からいただいた税金がここまでないがしろにされてしまっていいものかと、私は怒りを抑えることができません。しっかりとこの30日という与えられた中で、参議院は予算を議論しなければなりません。そこが衆議院と違うところです。そして明日がその期限となりました。今日は採決が行われます。一つでも私は国民の皆様方にこの疑問を晴らして差し上げたいと思うんですけれども、もう時間がございません。国際情勢も刻々と今変わっております。昨日、そして本日、北朝鮮の金正恩委員長が習近平国家主席と会談したというニュースも飛び込んでおります。国民の命を守り、財産を守ることが私ども国会議員の使命でございます。国内の情勢にも目を移してみましたら、やはりこの4月、保育園に入れないんだというお母様方からたくさん悲鳴に近いような声もいただきましたが、その疑問に答えることもできません。しっかりと私はこの参議院、ハウスとして、この予算委員会の在り方も見つめ直していかなければ、いつまでたってもこの森友問題も終わらない、そして国民の皆様方の生活も守ることができない、予算委員会です。正々堂々と、政党と政党、もしくは政党と会派、政策議論を行いたい、それが私の一番の願いであることを最初に申し述べさせていただきたいと思います。今回、公文書の在り方について問題になりました。今、内閣府の公文書管理委員会で専門家の皆様方が議論してくださっておりますけれども、もうこういう規模で議論すべき時ではないんじゃないでしょうか。多くの公務員の皆様方も今後、公文書の在り方について悩んでいらっしゃるかもしれません。ここは総理を本部長として会議を立ち上げ、正式な公文書の在り方についても早急に結論を出していただきたいんですけれども、総理、いかがでいらっしゃいますか。安倍内閣総理大臣。先般、3月23日の閣僚懇談会において、すべての政府職員は原点に立ち返って、公文書の重要性を肝に銘じる必要があると申し上げた上で、直ちに取り組む事項として、4月からの新ガイドラインによるルールの徹底や、電子決済システムへの移行を加速することを指示をいたしました。その上で、今後、現在行われている事実解明の調査、解明を踏まえて、さらに問題点を洗い出し、私のリーダーシップの下で、公文書管理の在り方について、政府を挙げて見直しを行ってまいります。薬師道夫君。ありがとうございます。では、必要とあれば判断したときに、そのような会議体を立ち上げ、そして国民の皆様方にもしっかりそれが見えるようにしていただけますか、お願い申し上げます。安倍内閣総理大臣。今申し上げた決意で、取り組んでいきたいと思っておりますが、どのような形がいいかということでございますが、今、薬師寺委員がご指摘になられたように、しっかりと対応していくために、例えば私が議長となる会議体が望ましいということになればですね、当然、そういうことになっていくんだろうと思いますが、要はどのような形がですね、よりスピーディーに判断ができるかということも踏まえてよく考えていきたいと思います。薬師道夫君。ありがとうございます。しっかり今後、ここは検討していただきたいところだと私は考えております。今回のその森友問題で、かなり政治的な体力もそうでございます。財務省におきましても、体力を消失してしまったことは確かでございます。来年度、消費税増税が予定されておりますけれども、それに対する影響、総理はどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。安倍内閣総理大臣。確かに今回の公文書書き換え問題において、決裁文書書き換え問題において、行政全般に対する信頼が揺らいでいることは事実でございます。その回復のために全力を尽くしていかなければならないと、このように思っております。一方で、消費税率の引き上げを含む社会保障と税の一体改革については、少子高齢化が進展する中、社会保障制度の持続可能性の確保と、財政健全化を同時に達成する観点から推進してきているわけでございまして、その上で、今般、
少子高齢化を克服するため、消費税率引上げ分の使い道を見直し、そして子育て世代、子どもたちに大胆に投資するとともに、社会保障の安定化にもバランスよく充当し、お年寄りも若者も安心できる、全世代型の社会保障制度へと大きく転換を図っていくこととしているわけでございます。それはまさに昨年の総選挙の大きな争点であったわけであります。このことを公約として掲げた以上ですね、私たちにはこの公約を実行していく責任があると、このように思っております。確かにこの行政に対するこの信頼が揺らいでいるという状況はありますが、一方、国民の皆様にお約束したこの大きな方針について実行していくことは当然であろうと、このように考えております。薬師道夫君。ありがとうございます。やはり増税となると生活が苦しい、痛みを伴うものでございます。それに資するしっかりとした施策の充実というものもお約束いただきたいですし、今回のことでそれが響くために予定されていた施策の充実がこれが行われないということになってしまう、こういうことだけは避けなければならないと思っておりますので、お願い申し上げます。ところで麻生大臣にお尋ねさせていただきたいと思います。今回この公文書書き換え問題におきまして、 G20 財務省そして中央銀行総裁会議に出席が叶いませんでした。大統領室ある保護主義に対しまして、大臣級で自由経済主義への結束を確認するということも私は大切な役割ではなかったかと思いますけれども、このことにつきまして麻生大臣の思うところを教えていただきたいと思います。麻生財務大臣。ご存知のように今回の G20 の出席、財務大臣中央銀行総裁会議を見送ることとしたのは大変残念でありますが、今回の場合特にいろいろな方針が変わってきたところがいくつかあります。例えば中国にしても、これは中央銀行総裁は変わる、財務大臣は変わる、財務大臣の上に一人か二人か、またなんか偉い人なんでしょうけど、その上の方が来られるっていう、どういう立場でどうなったらよく分かりませんから、そういった話やら何やらあるんですが、全体の流れとしてやっぱり保護貿易っていう話の匂いがなんとなくこう広まってくる、元はアメリカからということになってますが、少なくとも先の第二次世界大戦が終わった後、いわゆる自由貿易体制っていうのをもともとスタートさせたのはアメリカであります。その結果、少なくともそれまで国土面積の大きさに対して経済力もある程度比例するような状態だった経済というものが、少なくとも日本の場合は多くの持ってた領土というものを失いましたから、満州にしても、またそうですね、朝鮮半島にしても台湾にしても、いろんなところで太平洋のいろいろな旧ドイツ領なんていうのも日本に所属しておりましたから、そういったものを全部なくしておりますので、そういったあと普通だったら経済が強烈な影響で縮小するはずのものが、少なくとも領土を大幅に失ったドイツと日本は自由貿易のおかげで極めて大きな経済力になったというのは間違いない事実でありますので、そういった意味からはやはり自由貿易体制っていうのが維持させるために、ある程度いろんなところにフリーに、本当にフリーにするとむちゃくちゃなことになるのは、はっきりしておりますので、ルール守らないのがいくつもいるわけですから、そういったのを対してある程度修正しながら、みんなでその原則を維持するというのは極めて大切なところなんであって、今回の一連の会議の中でそういったものをきちんと主張すべきだと思っておりますが、木原副大臣をしてそれをやらせていただきましたけれども、日本のいろんな発言がコミットメントとして、共同宣言というかコミットとしていろんなものが出てきておりますので、保護主義とは引き続き戦う等々の言葉がきちんと我々の使った言葉通りの言葉が使われておりますので、そういったところは良かったかと思いますが、いずれにしてもこういうものは継続して出席して主張し続けるというのが最も肝心なことだと思っております。薬師道夫君。ありがとうございます。今回のことでこの日本のプレゼンスに影を落としてしまうということがあってはなりません。しっかりと総理にもそこは確認をさせていただきたいんですけど、いかがでいらっしゃいますか。安倍内閣総理大臣。こうした
まあ、議論が今国内で行われているわけでございますが、まさにそれについては私どもに責任があり、責任を痛感しているところでございますが、まさに国際社会の中において日本が国益を損なうことがないようにしっかりと日本の立場を主張していきたいと、このように思っております。薬師君、以上で終わります。ありがとうございました。